声、一つ目。いじめに関する口コミ、いじめをしたら退学。お疲れ様です。高校口コミチャンネルです。今回は、宇都宮短期大学附属高校の在校生、卒業生の口コミをご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。声、二つ目。ここで、宇都宮短期大学附属高校の基本情報をご紹介いたします。栃木県宇都宮市にある高校で、最寄り駅は東武宇都宮駅となっています。偏差値は43から69、栃木県内だと4位、栃木県内の私立高校だと2位、全国だと223位という結果になりました。声、三つ目。どの高校へ行こうが自分次第でその高校生活は決まると思う。ここに来れば楽しみ方はいろいろあるし、先生も面白い先生が多く、授業も楽しい。購買が充実しており、学校生活で食べられないものや必要なものが何でも揃っております。朝にはおにぎりなど、朝げを無料配布してくれる。数量限定。声、四つ目。いじめは本当にないです。いじめた人は結構、退学とかになりやすい学校なので、先生も信頼できる人が多いし、その辺は安心して大丈夫です。声、五つ目。東大を筆頭に難関国立大、私立大を輩出してます。先生は質問に答えてくれるし、教育会館には完全設備の自習室があります。栃木県屈指の設備だと思います。あと、勉強合宿もあります。勉強する人は伸びるし、しない人は伸びません。個人差が大きいけど、勉強したい人にとってはすごく楽しいです。声、六つ目。設備は宇都宮市内でトップクラスだと思います。施設面で困ったことは一度もないです。強いて言うなら、自習室の閉館時間がかなり早いです。声、七つ目。テスト前はガリガリ勉強する。普段のテスト以外の時期は比較的のんびりかもしれない。先生による、授業中はどこも静かか。食後は音楽家の音楽塔から聞こえる音が眠気を誘い、ランチ前は調理家の料理の匂いがお腹を刺激して昼の前後はある意味で戦いだった。声、八つ目。ルタンフは施設設備が非常に整っていた。教室も机も綺麗だった。教育会館の自習室が快適で個人的に好きだった。また、大ホールなども綺麗だった印象がある。特に学内のファミマは便利で土曜通学の時、母が土曜ぐらいは弁当も休みということで朝利用していた。声、9個目。携帯が朝没収されることを除けば不満はあまりない。自分の周りにも高速に不満を言う人は少ない。アルバイトは禁止されています。例外あり。最後、声、10個目。特別選抜コースは基本的に指定校推薦が使えません。私自身は国立大学を志望しており、受験シーズンもクラス1000人で乗り越えるというような雰囲気になってほしいと思っているので、この制度はありがたいと思っています。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもいいと思った方はぜひチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いいたします。今後も励みになります。動画に関する口コミもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。